はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はプレイステーション4版 BO3 の方で、カーバーを使ってチームデスマッチやっていきたいと思います。完璧に近接なんですけどね、まあ、コンカッション2つとね、セムテックス1つという、ちょっとパーク2が足りない状況なんでございますが、やっていきましょう。まあ、いつものごとく今回もリッパー使っていきます。さて、裏取りっぽく来てば見たがどうだ？いいね。待て、危ねえ。またんかい。あー、くそ、空振りからのショットガンか。あの、フンって声がめっちゃ声、音がめっちゃ聞こえてるね。あの、空振り音。そこいるっしょ。いるんだよなー、セムテックス。イエス。いいね。なんか最近こういうことよくあるんだよね。なんか、グレネードがよく倒せるっていうかね。どこだ？右から来るか？ん？待って。なんでそっちから来るのかな？お、壁走ってったね。さあ、ここから来る。さあらばだー！よし、いいね。やっぱね、あの、ナイフとかね、近接武器はやっぱ楽しいですわ。で、味方さんはこっちに。うわー！どうじゃい。どうじゃい。で、こっちから来ると予想しては見たが、来るー！UAV オンライン。一人裏取りっぽい感じで来るかと思われたが、こっちにいるね。さてと、ちょっとここで出待ちしましょうか。いるんだよな。そこいるんだよな、高台。来ない？来ないっぽいな。よし、行くぞ。いるね。サーラブル！いいね。カウンター UAV。よし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 、もう一人は無理。もう一人は無理。さあ、救援物資を何が来る？お、汚い救援物資。今回ちょっと早めだぞ。何が来る？救援物資を何が来る？ヘルソン、いいんじゃないですか。さてと、こっち敵さん今いたね。ナイス、味方さん。お、味方さんのキャパッケージが、おさてと、ヘルストーム、オンラインしたいけど、なるほど、近くにいるね。行くぜ。ソン目の前でね、倒されましたね。ここ。さて、裏取りっぽく行きたいところではあるが、待つんだ、これはという夢を見ただけでございますね。さてさてと、こっち側に敵さんが来る夢を見たので、どうですかね、来ないか。あれ、あれは夢だったのかな、本当に。どう、おるやん。味方さんがナイスすぎるぜ。よいしょ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 い、死ぬかと思った。よっこらせっと。敵はいないっぽいね。おっと、今右側に一人行ったのが見えたけども、やれ、立派、最高だぜ。待てよ、待てよ、待てよ、お主！なんだ？マーシャルでしたね。マーシャル強えな、やっぱ。強えな、欲しいな。マーシャルでサーチ&デストロやりてえな。外役。敵はいない。左側から行こうか。来た、やめて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 。後ろに行ったね。まあ気にしないでおこう。敵の強化セントリーだって？これはちょっとまずいかな。形勢逆転やられるよ。いや、やっぱね、アフターバーナーついて、アフターブラスターついてると早くて助かるわ。死ぬかと思った。敵さんはどこだ？でも強化セントリーってもう壊された感じですかね？怖い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 。どう来る？
待ってー、絶対だ。おっと、味方さんのケルベロスが破壊された。で、あの敵さんは一体どう来るかな。いたねこういうの撤退するに限る。おっと、やめてくれ。僕は HCXD との相性がとことん悪いのだ。壁バスっていこう。まあ、敵さんに丸見えだけど敵さんに丸見えなとこ走ってたけど、まあいいでしょう。あー、なんでそんなとこにいるの。ドリッジが強えな。これは右側。なんで僕撃たれたいんだ。シャーシャーシャーいいね、やっぱリッパー最高だわ。いますか。あ、いたいや、まさかいると思わないよ。クリアリングを全くしないナイファーですからねそれでいいのか。反応なし。真ん中に行こうか。左側は味方さんが1名行ってるので、僕ついていきましょうか。これはファイアブレイクか、味方さん。いいね、裏取り完了。待って、裏取り完了っつった時に味方さんが同じとこからリスポーンしたんだけど、やめてくれ。せっかくの裏取りかさて、ちょっとクーラーもらっていきましょうか。ちょっと弾が心配だけど、弾心配なんですけど、壁走りからの、いないね、OK。OK、完璧に裏取り完了だぜ。どうもこんにちは。あぶねー、殴られたそしてこのクソエイムである。レーザーバッグ拾っていこう。こっちから来たか。よいしょ。なんだと？そっか、あの釘の銃って常にサプレッサー状態なんだ。あれ、拾いたいね。まあ別に使いたいわけじゃないけどさ、あの新武器っていうのは、まあちょっと、試したくならない？お、味方さんナイス。で、僕はどうしようかな。ナイファーやってるけども。よいしょ。やっぱね、ナイファーって言ったら裏取りでしょ。敵さんいるか？いるね。気づいてないね。よし、行くぞ。お、味方さんナイス UAV。やらー、オッケー。もらっていくぜ。下にいるね。じゃあ、右に。オッケー、危ねえよ。何しとるな、あなた。オッケー。いるんだよな。そして、このクソエイムである。よい、こら、セト。こっちから裏取っていこうか。待たせたな。待ってくれ。来るか。来るのか。さて、あと2キル。ラスキル華麗にいただきたいところではございますが、どうでしょうか。ラスキルはどうやれませんでしたね。ラスキルどうやれませんでしたね。はい。まあ、最近ね、負けがよく続くんでね。負けっていうかね、キルレが大変なことになることがね、しょっちゅうあったんでね。まあ、勝てたのはめちゃくちゃ嬉しいですな。そしてショットガンでヘッドショットってさ、頭大変なことになるよね。またかっこいい挑発で、しかも3人ともスペクターですか。こんなことあるんだね。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。